続いてはこちらのトリビアです。ヤクルトファンが作った名探偵コナンのゲームソフトがある。それではこちらが確認の VTR です。名探偵コナン連載25周年目に突入した大人気ミステリー漫画であるが、その名探偵コナンの数あるゲームソフトの中にヤクルトファンが手掛けたものがあるらしい。実際に詳しい人に聞いてみた。はい、確かにヤクルトスワローズのファンが作ったとされる名探偵コナンのゲームが存在します。ゲームに登場するオリジナルキャラクターの名前が全てヤクルトの選手から引用されています。2005年に発売したゲームボーイアドバンス用ソフト名探偵コナン暁のモニュメントです。それは青山先生に聞いてください。僕が知りたいです。というわけで実際に確認してみた。ヤクルトファンどころかヤクルトオタクが作ったゲームでした。
ちなみに、かつてヤクルトで活躍した川端選手、藤井選手は、自身の入場曲で名探偵コナンのメインテーマを使用していたり、2008年の川端選手の引退試合には、コナンの声優である高山みなみさんも神宮に駆けつけたりと、コナンとヤクルトには意外と縁があるそうです。事件といえば、私はネットで2006年の秋から行方不明になったことにされていました。トリビアの霞では、明日使える野球に関する無駄知識を募集しています。皆様のご応募お待ちしております。